出しましたよ。ギゴ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 つって。まずは姫、おめでとうございます。君が聞こえるのが宿ったのか。頑張って探せよ。ギゴギゴギゴってますね。あれ、その奥で見つめるものがあるんですね。マジでなんか一緒にあったの。山本ちゃん、山本ちゃん脱皮しとんのかい？体こすりつける場所あるかい？木の屋根とか使えよ、うまいことな。石もあるでな。抜けるかね。まあだいぶ向けてきてますよね。でも私の方見てたら、もうそのね、そっから出てこいよ。流木とかあるで、なんだな、外にな。あのと腹がブルブルではあった。いや、もちゃんがまあ脱皮してますね。やっぱ餌も食べるようになって、体もなんか大きくなってきてましたからね。山ちゃん、よかったね。育ってきたな。よかった、よかった。なんか不思議な光景ですね、これ。2匹が壁ドンスタイルで、キリッとした顔してますね。壁ドンガエルですね。おお、滑っとる滑っとる。大丈夫か、大丈夫かい。太郎の顎が溶けてますよ。タロちゃん、顎どうしたの、あなた。木にくっついとるやん。タロちゃんとですね、タロの相棒のこの子がゲコ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 さっき泣いてたんですね。で、今見たら泣き止んだんですけど、泣いた時に多分顎がこの木にくっついたんですよね。霧吹きで水かけて、なんか肌がくっつきやすかったんですかね。あと呼吸しにくいんじゃないの。顎の下がプクプク。お、取れるか取れるか取れるか。おー、取れるのか。おー、太郎が顔拭いとる。ああ、お腹の体操始めましたね。太郎ちゃん丸まっとるな。まあ、お腹の体操してますね、ちょっと今ね。おお、友達が来たよ、友達が。マッチョマンみたいな体格になってきたな。
君は育ってきたなあ。お、どうしたどうしたんや、友達のとこ来たの。この元気よく動いてる子は上の子ですね。今世界一可愛い甘がやちゃんですね。ちょっとフラッシュ炊きましょうかね、はい、フラッシュを炊きました。まあ肌のツヤがいいですね。最近コオロギいっぱい与えてますからね。ツヤツヤボディ。おお、仲良しさんが上下で寝るみたいですね。マッチョですよ、マッチョ。これマッチョっていうか、まあ脂肪ですかね。カエルお腹には筋肉多分あんまつかないと思うんですよね。水飲んで膨らんでるだけかもしれませんね。いやーでもいい体格になってきたぞ。これ反射してる顔でわかりますか。寝てますね、完全に。目がトローンとしてます。ゆっくり休みながらよ。ヤモちゃん、ヤモちゃん、ヤモちゃん、おお。ヤモちゃん皮めくれてきたな、だいぶな。ヤモちゃんがね、あの脱皮をね、あの、あ、ごめんね、眩しいな。覆面レスラーがなんか覆面ハイダーみたいに今なってますけどね。あのまあ徐々に皮が取れてくるんで、目のとこがちゃんとこうやって穴開いてますね、これ。ごめんね、眩しいな。背中の方はこれめくれたのか、これからめくれるのか。僕もヤモリの脱皮をこう飼育環境下で見るの初めてで、なんか岩とか木とかにこすりつけてこの皮を落としていくらしいんですけど、幸いなことの木のね、屋根のちょっと映んないですけどね、裏側とか結構ザラザラしてるんで、まあうまく落としてほしいなと。ヤモちゃん早く脱皮できるといいな。もうピント全然合わん、本当にもう。あら、太郎ちゃん、コオロギ食べたね。今ですね、ちょうど撮影終わって水だけあげて、さあ寝ようかなと。霧吹きしたら、あ、やっぱりカエルも元気よく動くんですけど、コオロギもやっぱり水を求めて出てくるんですね、あの石の上とかに。それを見事に太郎が、ずっとここで4時間以上寝てた太郎がピョンと来て食べて、で世界一可愛いアマガエルちゃんも来たんですけど、間に合わず太郎に食われて、こう呆然としてますね。まあ、あんたね、この際ね、お風呂入りなさいよ。今水足したんですよ。ちょっとだから雫がね飛んでるんですけど、水入れたばっかだもんで、お風呂入ってきな。ヤモちゃんもな、お風呂入れよ。脱皮が綺麗にできるかもよ、お風呂入ったら。お、食後の太郎取ろうと思ったらもうどっか行っちゃったら、早いな、あの子。お、もうさっきの位置に戻って寝ようとしてるわ。あんたもコオロギ欲しかったんか。まだおるで。たらよかったな、食べれてな。いっぱい食べろよ。あんたずっとフリーズしとんな。太郎に食われてショックだったんか。今日はね、もうちょっとあげれんけどね、また明日な。またいっぱい食わしたるでな。はい、では本当に本当のご視聴ありがとうございました。